こちら桜鳥の胸肉です。コストコの胸肉を食べてからもこのプリプリさにハマりました。すごい、今までもも肉好きでしたけど、桜鳥は本当に美味しい。タッパーにラップをして、そこに塩とお砂糖を置いていきます。ティースプーンの半分ぐらいをまず表側につくようにラップに敷いていきます。ここで使ってるのはハーブ塩ですね、ハーブソルト。と、私お肉を触る手は手袋をして、の触らない方の手にはの手袋なしで、こちらの方で調味料かけたりとかすると、鶏肉のカンピロバクターという菌がね、つかずに飛び散らせずに済みますので、そのように処理していきたいと思います。そこに鶏肉を置きます。はい、そしてお肉の分厚いところがありますので、こちらに切り目を入れていきます。そこまで切らない程度、裏側まで切ってしまわない程度にのそぎ切りの形でのナイフを入れておいて、ちょっとお肉が薄くなるようにします。はい、そしてこちらの表面の方にもハーブソルトをかけておきます。もうグラムで測るというよりも適量って感じですね。ティースプーンの半分のまぶしておきます。少しお肉に揉み込むようにつけていきます。はい、手袋を外してラップで包みます。キャンディー状になるように、筒状になるようにの端っこを丸めます。この時もお肉を素手で触らないように気をつけていきましょう。1枚が 310g とか 320g ぐらいあるお肉がの2本できました。でこれを冷蔵庫で一晩寝かせるというレシピになってるんですけども、一晩っていうと何時間が目安ですか？もう私の場合は一晩寝ると言ったら8時間ぐらいですね。でもそんなに寝かせる時間こだわらなくても、4時間ぐらいでも味が染みていましたので、お好きな分だけ寝かしてあげてください。寝かせましたお肉をラクラクッカーに入れていきます。レシピでは1本分の時間の調整になってたので、今回は1本だけ調理していきたいと思います。こちらにお肉がかぶるぐらいのお水1リットルちょっと入れましたけども、お肉がかぶるように調整して水を入れてください。これね、します。と、調理モードが平温調理で、65度のちょっと時間が、1時間半が推奨されているんですが、ちょっとだけ大きいお肉だったので10分プラスしておきます。1時間40分の低温調理でいってみたいと思います。スタート。で、ここから低温調理がもう開始されるのではなくて、余熱の時間があってから、そこから低温調理1時間40分という形になりますので、全部の工程で多分2時間ぐらいがかかりますね。お肉を入れてからは2時間ぐらいかかると思います。待ちましょう。あと、すっごい静かです。ピーって音が一番大きいっていうぐらい、何の音もしないで調理を完了してくれるので、すっごく静かです。何回も言うけど、我が家のですね、ラクラクッカーさんのこの上のところ、最初シール貼ってあったんですよね。ここに、こっちもか、そのこういうのが作れますよっていうラクラクッカーの宣伝というか、でそれはピローンって綺麗に剥がれたんですけど、こっち側のシールが、こういうのに気をつけてくださいっていうような説明書きに近いシールだったんですけど、それがね、もう剥がれにくくて、まあ多分もしかしたら剥がさないものなのかもしれないんですけど、剥がさないでくださいっていうのは説明書にも特に書いてなかったので、もう剥がそうと思ってた気持ちでヒュッて言ったら、ビレッてこう変な跡が残っちゃって、もうここ取るの結構大変でしたね。なんとかシール剥がしとか使うとで、ね、表面のコーティングがというかダメになってしまうので、裏技っていうんでしょうか、なんかね、
洗剤を塗っても全然ダメで取れない感じだったんですけど、割とドライヤーを弱めにこう温めて当ててあげるとズルって取れましたね。綺麗にだから剥がれたんですよ。ぜひもし剥がしかけちゃって全然剥がしきれなかったとかっていう方はドライヤーでちょっと温めつつ剥がしてあげるのをおすすめしますね。ここのやつ、安全マークみたいなやつも多分そういうシステムでこう剥がれないものなんですけど、これは剥がさなかったです。なんか剥がしたらまずいかなと思って。そうこういうやつシールですね。これは取説をご覧くださいって書いてあるので、これは剥がしちゃいましたけど、残しておこうかなと思って、取説のメモのところに置いてあります。あ、これか、安全品質保証マーク。これはちょっと取っちゃまずいかなと思って取らずに置いときました、ね、もしシール剥がしで途中で挫折して汚くなっちゃったっていう方は、シール剥がしとか使わずに取りたい方はドライヤーでちょい温めおすすめし、低温調理完了いたしました。開けていきたいと思います。よいしょ。え、なんかこのラクラクッカーの蓋を置く方法として、なんかここにかけるっていう話が、こうか、おお、そう、なんかここのへこんでる縁のへこんでる部分があるんですけど、そこにこのハンドルをスポッて入れると安定するっていう、インスタの方で教えていただいたんですけど、こういう蓋の置き方公式なんでしょうか。取扱説明書には書いてないんですけどね、蓋置き場所問題まだまだ謎が多いですが、やはり100均のこの鍋置きで蓋置きがちょうどよくてですね、こちらを使っております。じゃあ取り出すんですが、お肉は取り出したらすぐに冷水で冷やして、そうしないと40度近くでとかで置いておくと、やはりそれも食中毒の原因になるということなので、早めにこちら冷やしてあげましょう。はい、という感じで非常にプルプルツヤツヤな鶏ハムさんが出来上がりました。中もちゃんと火が通っております。味しっかり染みてます。あ、中まで結構ちゃんと味染みた。おいしい。結構安全な領域まで火が通りました。漬け込む時間がね、やっぱ長く取らなきゃいけないけど、それでも手間かけた分美味しいですね。でもそんなに難しくないと思うので、ぜひぜひラクラクッカーで鶏ハムやってみてください。おすすめです。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。那如果喜欢饺子的影片的话，记得按赞，记得订阅，记得分享。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またご覧いただければと思います。次の動画でお会いいたしましょう。谢谢、バイバーイ。